こんにちは。こんにちは。今日はですね、久々のインラインの、そう、インライン動画、インライン動画にしようと思います。で、ね、今日はこいつのね、カスタマイズをやりたいと思います。まだ全然練習していないけども、もうカスタマイズしちゃおうという話でございます。で、まあ何回かね、今これ練習してる中でパワースライドとかして、ウィールが減ってきてるんですけど、今日は、はい、ウィールを交換してロッカーセットアップと呼ばれるカスタマイズをね、していきたいと思います。ロッカーセットアップって何なのかっていう話なんですけど、ここのウィールのね、大抵4ウィールついてたら、この前後のウィールを小さくしたりっていうのがロッカーセットアップっていうことなんで、そう、何が、ロッカーセットアップいいのか、中2つのウィールが常に接するようになって、ここはちっちゃくなって、あまり接地面積っていうのは、そう、接地の点がね、そう、接地する点が少なくなるんで、今までずっと、そうそう、ウィール4つが大きさ同じ大きさだと常に4つの点で支えてるけど、ロッカーセットアップにすると常に2点で支えることになって、まあ、なるので、まあこう旋回性っていうのは、だから曲がりやすさ、そうです、曲がりやすさがアップするっていうセットアップ、まあ、カスタマイズの一つになります。なんでこれをね、はい、挑戦してみようと思います。挑戦してみようと思います。で、つけるウィールがね、これですね、80mmの 88A、 硬さが 88A のウィールにしていきます。ウィール自体は 80mm なんで、元付けるウィールと同じです。同じなんだけど、しばらく乗って少し、そうそうそう、しばらく乗ってここがね、ちょっと削れて減ってるんですよね。パワースライドとかするんで減ってるんで、まあ、なんちゃって、うん、まあ、自然な感じのロッカリングが、そうこっちがまあ減ってちっちゃいんで、ちょうどよく、まあ、新品入れたら、まあ、外側が小さくて自然にロッカーになるんじゃないかと、はい、なんちゃってロッカーができないかっていう挑戦をしてみようと思います。外すのってどうやってやるんだっけ。普通のロッカーイメージで、あれか、ここ外さなくていいんだよね、多分ね。ああ、真ん中だけ外せばいい。映ってる、バリバリ映っとるで、バリバリ映っとる。じゃあいっか、外すな、久々に外すな、これ。ね、外しましょう。外れます。でここにこれが入るっていうイメージでね、こういう感じでね、ちょっと違う、もうちょっとね、カラーリングが変わるんで、ね、面白いけど、そうか、これ今あれだね、リバースしてあるから外側が今白いんだな。そう、見栄えがちょっとかっこよくないけど、裏表を変えてあげてもいいかもしれない。ほんで今こうやって外したんで、じゃあこれで乗ってみますか。いや、乗れるこれ。乗れるこれ乗るとちょっとなんか危ない気がするけど、ね、体重がめっちゃかかる。分散してから、そう。で、ここになんかこれでかいの入れるという感じですね。これ外側だからこうか、こういう感じで入れるとか、どうすなっていう感じで、今これベアリング僕持ってないんで、こいつをね、今から外していこうと思います。そう、なんか専用のね、器具で外すらしいんですけど、実は裏技がありまして、裏技がありまして、スケボーとかでね、あのウィール外すやり方があるんで、それを応用してね、外せないかっていう。そう、実はベアリングのね、なんか内径がね、同じ、そう、シャフトが入ってる内径が全く同じなんですよ。ここにだから、これ同じベアリングなのかな、ちょっと違うかな、分かんないけど、なんか径はベアリングの径は一緒なんで、じゃあこれこうやってこういう感じでね、外しちゃいます。こんな感じね。で、あれか、これと一緒で、本当だ、これ入れちゃっていいんじゃない、うん、入るかな。あ、いい、スケボー入った、あ、そう、うん、あ、いいか、これこうやって入れてあげればいいのか。で、このまま入れておけばいいのかな。ああ、そうそうそう、え、ちょっと入らないときはこれでね、あのネジ締めしてあげるとこんな感じで、圧入とかって器具ないんで、圧入器具は普通ね、プロは持ってるんですけど、こっちにはない。そう、これでね、締め込んであげれば圧入できると、こんな感じ。
感じ。あ、で、いいよ、これでいいよね。バッチリ、バッチリってことなんで、こんな感じですね。はい、そう、こうやって感じでね、抜けると。同じようにここら辺もやってあげるということですね。これを繰り返すだけ。どうやってやるのか。バッチリです。これをこう、こんな感じでね、入ってる入ってる、ネジを締め込んでベアリングを圧入してやると。スケボーはインラインの圧入器具だったってことだね。ね、実は万能だね、実は万能これ本当裏技ですよ。めちゃ綺麗、いい感じ。これどうだろう、サイズ若干小さいよね。うん、小さいと思う。もう分かる、分かんないかな、ちょっと分かんないか。今が 77.2、 はい。でってことはだいぶ3ミリ弱でもいったってことで、だいぶスライドしてますね、兄さん。そっちは80。あ、やっぱ80なんだ、合ってんだ。だ3ミリは今減ってんだよね。80ちょい、うん、80。段差が 1.5 ミリのロッカーにはなるはずなんだ。なってます、ね、自然な形のロッカーになるはずや。なるわけです。よし、でこのまま突っ込めばいいんだっけ。うん、あとはで、あとはこの骨格で締めるだけ。簡単ですよ。で、なんかね、調べるとね、あんまそのロッカーセットアップすると、する場合はウィールがもうちょっとちっちゃいものみたいだね。実際はそのスラロームとか細かい動きする人たちはもっとちっちゃいのを使ってるみたいです。挫折してないか。あ、でもいいか、いい感じだわ。よし、こんな感じだね。はい、ここ見てる。あ、若干、あ、やっぱり若干、若干こう、片付く感じはある。よし、こんな感じだね。はい、はい、こんな感じ。どうよ、片付く？十分片付いてるよ。あ、ほんと？若干やっぱ、はい、ロッカリングできてます。これがね、ロッカーセットアップなんて言われてるやり方っすね。これでどんだけ乗り心地がかかるかっていう。常に2年しか接してないっていうことにほら、うん、ね。あ、本当浮いてる？浮いてるよ十分。本当だ。まあ、回ってる回ってる。浮いてるよ。空回りしてる、空回りしてる。ちょっと。ん？もう一回やってもう一回。あ、回るね。あ、すげえすげえ。お。よし。ってことでこいつで滑ってみまーす。おい。なんかね、ちょっとね、くねくねする。うん、それですよ、それ。あ、すごい。でしょ。おお。おお。でしょでしょ。おお。ということでですね、あの練習を今してきました。はい、してきました。うん、でなんでちょっと その感想を言いたいと思います。まあ、このロッカーセットアップにしてまず何が変わったのかっていう話なんですけど、まずはあの曲がりやすくなりました、やっぱり。うん、やっぱりそう。そうそうそう。くねくね、あの足を動かしたりとか、あとターンとかはすごく細かくできるようになった気がしました。小回りは効く、すごく小回り効くようになりました。で一方で、まっすぐ進む直進性能っていうのか、直進安定性がやっぱり、うん、そうだね、少し落ちました。安定性っていうところではちょっと落ちた気がします。スピードが上がってくるとちょっとふらついたりする感じはあります、やっぱり。あとはなんだろ う、 こう止まろうとしてもこう回っちゃったりとかね。やっぱ特にパワースライドかな、まあ、新しいウィールっていうのもあるかもしれないけど、パワースライドしたりするとあのスライドに入ると
ていうよりはこう回る回転の動作に入っちゃったりしてなかなか止まらないとか、うん、まあそこね、そこはこれから練習してできるように、うん、そうそうそう、多分練習して慣れちゃえばいけると思うんで、そこはちょっとこれにまだ慣れてないんで、たくさん乗って慣れていきたいと思います。あとジャンプとかはね、あんまりそんなに変わんないかな。そうだね、思ったより着地もっていう感じですね。なんでこれでこれからちょっと小回りが利くようになったんで、スラロームとかのステップ系も練習していきたいなと思います。まあ、こんな感じでですね、ウィールをちょっと変えてあげるだけで、あの、まあ、ロッカーセットアップっていうのをやって乗り心地を変えることができるっていう、そうです、すごく面白いですことが、うん、今回分かりました。ぜひ皆さんも試してねっていう、はい、っていう動画でした。まあちょっとね、探り探りの素人の趣味ですけど、もうちょっと上手くなっていきたいと思います。はい、以上です。